い、どうも、はい、ありがとうございました。今ねちょっと聞こえなかったんですけど、はい、この後木村洋二さんが出てどうだこうだって、あー言ってます、洋二さんの聞いてましたか今の歌。いや聞いてない聞いてない。よかった、本当に聞いてない。いや なんて言ったの。まあ、いろいろとこのここで歌を歌ったんですよね、みんなで。これは木村洋二さんきっと聞いてないから、はい、まあ、大丈夫だろうと。いやなんか聞いてましたよ、裏のテントで聞いてましたよ。あ、聞いてました、うん、どうでした。うーん、素晴らしかった。いや、かまちゃん一つ聞きたいんだけど、はいはい、誰ですかあの人たち。ね、36号線っていうのは分かるけど、はい、あとは、うん、安と横澤さん、はあはあはあ、そしてセンチメンタルの今里さん、うん、この5人が先ほどね、うん、登場してくれました、はあ、もうお笑いさんで、そうです、お笑い芸人さん、ちょっと要チェックやねこれはね。そうです、皆さん ね応援してくださいね、はい、よろしくお願いいたします。はい、さて、アリオ札幌1階のハーベストコートにお集まりの皆さん、そして STB ラジオ公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、はい、ようちゃんですよ、どうもこんにちは。お付き合い本当にありがとうございました。ありがとうございました。もう楽しい時間ってあっという間に過ぎちゃうから、ね、お別れの時間を迎えたようですね。あら、早いですね。まあ、今年開局60周年の STB ラジオが60年分の感謝の気持ちを形にする2日間を、まあ、今日と明日でお届けしているのがこの STB ラジオハーベストフェス2022なんですが、はい、明日もこのアリオ札幌のステージで、まあ、いろんなコンテンツ用意してますよ、ね、よろしかったらお越しください。はい、はい、で明日の MC は奈良真奈美さん、リケートプラザの奈良真奈美さんです。はい、宣伝なんですけど、私もですね、ランランのルンルンステージということで、現役ランラン号と OG の気象協会日本柳由美子さんという方と私で登壇しますので、ぜひこちらもチェックしていただきたいですね。はい、で、ヨジさんも明日いるんですよね。あ、もうびっちりいますよ。びっちりいるんですか。 STB ホールにも行かなきゃいけないんだけど、はい、ここにもおりますんで、館内放送ジャックっていうの、ここにいらっしゃった方は聞こえなかったですかね、うん、ようこそアリオ札幌へっていう、はい、館内に流れる館内放送、あれやったんですよ。そうなんですか、うん、あらららら、特別らしいですけどね、なかなかないですよ、はい、そういう機会ね。でしょ、明日もやらせていただきますんで、よろしくお願いいたします、うん、それからね、木村洋二カレンダーどうでした。ね、売れてる、正直言って。すごい売れてます。売れてます。1600円でね、まだまだ在庫はありますんで、はい、でもなんかこっち分のがなくなって、はい、急遽 STB ホールでも売ってるんですけど、STB ホールの方から運んできたっていうのを聞きました。どうぞよろしかったら、買ってくださった方いらっしゃいますか。わあ、嬉しい嬉しい、手が上がってます。お、嬉しい嬉しい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、で、ヨジさん、この後は札幌テレビ塔に移動するんですよね。そうなんです、はい、帰り道でもいいですから、ちょっとね、札幌テレビ塔注目してください、はい、今日の夕方6時10分からって言いますから、まだちょっと時間あるでしょ。そうですね、ね、もうちょっとありますね。今日の夕方6時10分から札幌テレビ塔がSTB ラジオのロゴカラーの6色に変わるんです。はい、楽しみですね。これいいよね、ちょっと寒くなってきた札幌の大通公園のテレビ塔の色が変わるっていう、6色はね、かまちゃんあれなんだよね、さんの上りにある STB オレンジ、青、赤とね、いろんな色になりますけども、はい、楽しみです。はい、で、この瞬間をですね、ラジオの方で生中継する予定ですから、はい、これはだから6時10分からだから、そのちょっと前あたりから、はい、ね、4時さんが担当されるんですね、はい、やりますんで、はい、ぜひラジオ聞いていただきたいと思います、はい、で、はい、動画配信サイトでもそのライトアップの様子、お届けしますので、うん、ぜひラジオで、そして動画の方でも、お楽しみください。そうそう、上田彩さんってね、はい、朝耳の、ね、朝耳の、はい、上田彩さんが、だからお家に帰っても、うん、その動画見てたら上田彩さんがわーっと喋っててそのテレビ塔の色が変わるのを見ることができるという、うん、そうですよ、これ楽しみ。なんか今回は手前味噌ですけど、はい、すごいね、放送もやって、ね、そう、なんかそういう動画もいっちゃうっていう、 STB ラジオ力入ってるんですよ。力入ってますよね、よろしくお願いいたします。お願いします。さて、本当に
お別れの時間です。はい、寂しいですが、ぜひ明日も有尾札幌へご来場ください、はい。まあ、遠方の方はあの YouTube チャンネルで動画配信してますので、そちらご利用ください。ではおじさん、最後にお願いします。最後、いや、もう最後にご丁寧にありがとうございます。ぐだぐだになってしまう。いやいや、今ね、言おうかどうしようか悩んでたんだけど、悩みますよね。私もどうしようかなって思って、さっきもね、天気予報を見てきたらね、うん、札幌は大荒れだと。いや、明日ね、ちょっと不安ですよね。雨と風で、ね、うん、ですからあのお越しになるときは本当にこう暖かくこう、うん、まかなってっていうんですか、北海道弁で言うと、うん、はいはい、ね、レインコートとか着て、うん、長靴履いて、はい、お越しいただきたいと思います。はい、お待ちしております。はい、それではまた皆さん明日ここでお会いいたしましょう。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。お気をつけてお帰りください。アンコールとかないですから。はい、はい、3355よろしくお願いいたします。ありがとうございます。どうもね、ありがとうございました。2階の方もどうもありがとうございました。3階の皆さんもありがとうございます。どうも、あ、3階の方、ね、上の方までありがとうございました。どうもありがとうございました。また明日、また明日お会いしましょう。よろしくお願いいたします。この後ラジオの付き合いください。アンコール曲とか用意しておりませんので、はい、すみません、はい、ありがとうございます。特別な演出もございません。はい、何もないですよ。本当におしまい。本当におしまいだから。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもね、ありがとうございます。またね、いつもありがとうございます。どうも、お父さんありがとう。どうもありがとうございました。また明日もよろしかったらお願いします。ありがとうございました。どうも。あ、カモちゃん撮ってくれるんですね。あ、私、私、はい、私ね。どうもありがとう。ありがとうございます。どうも。はい、ありがとうございます。で、あの、有尾札幌、あの、お食事できるところなんかもあるからさ。 あります、ありがとうございます。ね、よろしかったらどうぞ、はい、ありがとうございます。で、この後 STV ラジオをずっとあの放送してますので、うん、こちらも、ね、生放送お付き合いください。お買い物もお願いします、ね、はい、お買い物ありがとうございました、ね。ハロウィンが近いからいろんなものはね置いてあるよ。ありますよ、かぼちゃとかね置いてありますね。そう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 、ありがとうございました。どうも、お気をつけて。はい、はい、ありがとうございました。失礼します。ありがとうございます。